です。です。シュノです。ちょっと今日コラボだね。三大コラボ。はい、三大コラボ。三大コラボ。三大コラボ。会社員大谷の日常か、と寝返道場一番初めっていう3チャンネルで、まあ、やっと収益化したの。もうね、4000時間超えた。あと1000時間。あと1000時間か。で、まあ今日、まあ何の企画かっていうのは、激辛ピヤング、極激辛ピヤング、極激辛が出たんですよ。極激辛シリーズの第2弾。はい、 YouTuber っぽいですね。YouTuber 辛いのが好きやからちょっと難しいですよ。 YouTuber 大体みんなこれ食べてますよね。これ誰の企画だ。みのちゃん企画だ。で、まあみんなで食ってみようって、もうちょっと俺とみのちゃんで考えたのが、ちょっとつまんないから、はい、何かおしたら1枚いく。まあちなみに内容、はい、好きな映画、ラジオ、テレビ、アニメ、今回顔をしたらな。で、判定員お前二人ね。わかりました。わかりました。いい。じゃあちょっと早速家入れて準備しましょうか。見ろ、隠れてどこやったの、DNA お前。カメラ向いてない時にあいつ見えてるの。暴れたみたいな顔してるわ。すげえ、お前。うわ。幕張っすね。やばーわ。いや、マジでやばいです。気をつけた方がいいですよ。そう。うわ、すげえよ、匂いこれ。そう。マジか。マッカーの匂いするさ。そうでしょ。どうですか。うわ、すごっ。やばい。違う。うわ、やばい。うわ、やばい。辛い。うわ、明日仕事行けるんじゃないか。なんで言えるんですか。入れたね、ちょこっと。ちょこっと。俺、か、怖い顔を開き。ほんと。いや、社長に食べてほしいな。俺、全然残ってる。全然食べてないよ。もうどうせ、どうせ、全然食べられない。これが韓国、俺の韓国です、店の。これがザッケーしたっけ、店の。絶対ですか。全然普通。皆さんいいですか、準備はできましたか。はい。あの、みのりちゃん、よう顔見とけよ。はい。な。もうどうやの、こっちの顔見とけよ、ちゃんと見とけよ。もう、もうお前顔から辛い顔しろ。アウトアウトですね、これ。まだ食べてないです。じゃあ行くよ。よーい。早く見てもらって。早く見よか。よーい。どうするか、そんなけど、お前。もう。さあ。まあ、早く見てもらって。いただきます。うわ、辛いよ、これ。もう、行けよ。ちょっと取ったら、痛いわ。辛いって言ってない、今。辛いじゃない。顔でしょ。いやいや、辛いって言ったから。今、辛そうな顔見ました。下下下いや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 、こっちの方が辛い。何番目、何番目。2番目で。2番目行ってよかった、県国。2枚目ね。何ですか、どこありますか。僕は沖縄です。なんでなんで。美味しいですね、ご飯美味しくて、海が綺麗で、うん、女の子可愛いね。女の子可愛いね。もっと言ったんじゃない。いや、街歩いてるのが可愛いっすね。めっちゃ言っとんな、本当に。はい、次行こう。3番目。3番目。3番目。あれね、結構辛くないの、みんな。結構いけてるんだよ。もうすごいですよ、見てるよ。大輝さん、食べました。嘘、やばい、やばい。俺めっちゃ目が涙目になってる。お前食ってねえだろ、手書きしよう、お前もな。食ってないっすよ。社長の直してほしい。あー、彼は。今どうですか、俺の顔色見るだって機嫌がいいかどうかチェックしてる。俺が割と直したし、急にバッと大きい声出すと思った。特に撮影中の時にやるとガンってなるんで。ああ、そういうことね。これちょっとみんな辛い顔しすぎてどんどん来るわ。これリーちゃん余裕だな。濡れてるもん、汗出てきますから。うん、いやでもちょっと顔赤くなってきた。涙もちょっと出てきます。嘘。何が濡れてるの。No。 牛乳は嬉しいです。楽勝っすね。あ、楽勝っす。楽勝。じゃあ嘘つけろ、お前一枚引けろ、お前。何番。いや、坊田ちゃん一番強いよ。5。あ、リリちゃん。5。いいね。音なしだ。ほんとほんと、嘘じゃない。ほんと嘘じゃない。1,2,3,4,5 本当に嘘じゃないの。じゃあ、映さない。やっとったか、お前。はい、直してほしいとこかな。はい、直してほしいとこ。かわっ。嘘。これ手めちゃめちゃ塗ってほしい。やばっ、ね、やばっ。
やば、余裕なんだね。髪の毛ですかね。絶対いいと思ったお前。絶対いいと思った、髪の毛いいや。これは無理。うわもうみんな死にかけとる。うわもう完食するんちゃう。やばいって、みんな食べなかんすよ。食べる。お前完食しそうだな。すごい。やっぱイケメンやるわ。どう、全然いける。あ、でももう涙目にちょっとなってきとるね。あ、ちゃんとなるね。そう。あ、そんな辛い。なんなの、なに。いやいや、ちょっと食べてみてください。どこ食べたの。俺食べたよ。食べてです。もう見ただけで大体わかる。俺ぐらいの年になってくると経験。お前こいつなんか目がなんか今日攻撃できたぞこいつ。あ、今見たこの顔。さあ今この顔見た。見た。見たこの顔今。匂いから。むっちゃ睨んとったよな。この匂いから想像できないから。そう。じゃあちょっと食べてみたるわ。でも多分社長ちょっと舐めてると思います。面白い。本当に。じゃあやめた方がいい。あんまりガンって言わない。いや、行ってもいいと思うけど。死ぬやつはないでしょ。死なないただいうわぁマジですか。うん、全然やる。マジですか。全然辛い。そうですか。うん全然辛い。大丈夫ですか。うん、全然辛い。最初から次から次やってる。いや、炭酸やばいっすってマジで。いや、ビールやばいっすって。あ、全然辛い。これマジですか。うん、いつも食べてるやつだこれ。いや全然辛い。ほんと全然味もしない。味もしない。無理無理。それまずいですよ。まずくない。それ見たでしょうか。それこの時期まずいやつ。この時期まずいやつだね。いやもう辛いけど、いや辛いって言ったら辛くなるから。いやでも我慢できる。我慢できるから。10年以上こんな辛いの食ったことないけど。はい。ちょっと一回順調ね。受け入れないです。あとないです。あ、ないです。顔が。あるね。顔が削ってきてるんですよ。全然食べる。全然食べる。はい、いただきます。やばい、無理でしょ、無理でしょ。やっぱりでも食べれるよ、食べろって言ったら食べれる。マジですか。いや、うるんですね。めっちゃくちゃ今どんどん辛くなってきた。汗をこうやってきましたね。いやだけど、別にいけるいいこれね、これね。いや、これを全部いったのすごいわ。すごいですね、本当に。鼻水とかすごいよ。おおおお、ちょっと止めて。すごいっす。わ、すごい。まだいっぱいありますね。やばい、やばい。これはやばい。目の下がなんか汗かいてきたし。え？早くいいよ、お願いします。マジで。いや、辛いです。すげえ。いった、やばいね。ごちそうさまでした。うわー、すげえ。あ、辛っ。あ、もうみんな下痢だね。やばい。これ下痢ね。下痢ね。おトイレが下痢ね。情けないですね。え？情けないよ、これ。こんなまずいの食いたね。おいしいもんしか食いたくねえ。どこでやるね。いって元気ないとか、違う、なんか俺、辛いのが止まったのがあれやろ。分かる。止まったら意識が辛くなるじゃん。目を食えるね。すごい。いや、この顔で食えるのはすごいわ。ありえよ。いや、なんかその殴られた痛みよりは我慢できるけど、今も我慢できるけど、ヒリヒリする。そうそう、ヒリヒリする。でも、唇がすごい腫れてる感じがします。あ、それがもう食べれる。それでも食べれる。口唇があるか、もう真っ赤。もう、じゃあ、分かる。喋り方もやっぱ麻痺してるね。麻酔打ったみたいになってるよね。めっちゃあいつね。ちょっと涙目になってる。顔見せろ、顔見せろ、顔見せろ。ずっと涙目です。まあ楽勝っすね。マジ参ります。楽勝っていうね、足場はもう一個食うらしいっすね。やっぱり足場の動画だけど、やばくないっすか。お前ちょっと根性見せろ。さっきなんて言ったっすか。 YouTube はその僕出てたじゃないですか。お前行くんだよな。行くんだよ。絶対これは行くんだよ。行くんだよ。いや、僕は喋るわ。僕は喋るわ。大衆喋る。ちょっと待って、この変わりよ。キンボー、お前怖いな。お前なんか手の内痛いし。いや、そんな喋ったら別にダサいし。喋るのすごくねえしか言ってたくせに、お前キンボーよ、こいつ。それはないですよ。あ、なあ、それはないです。
さすらいの変態仮面っていう。初めて見たお客さん、おったよね。そう、お客さん、ペンギルで見たら、お客さんに言われた。え、したんですか。え、したんですか。やったよ。嘘、ちょっと写真撮ってみるか。写真は大事。いいやろ、ええやろ。写真でええやろ。じゃあ終わりましょうか。シュールに終わってるけど、なんかある、また他に告知したいこと、他に何かやろうと思ったのか、しばらくちゃんで。そうですね、いろいろ今考えてて、うん、喜劇目指してるんだよ、僕は。ああ、そういうことだな。じゃないと僕らの飲み代も出てこないんで。あそこなんだよ、メイン。あやっぱメインはそこなんだよ。金金です。金は後でついてくるんだ、心配すんな。なんで俺に示すんですか。じゃあ俺もちょっと1個だけアピールさせて、視聴者の皆さん、一つはその、まあ、ガイド層のマッチングのあれなんですけど、まあ、これさ、本当に、まあ、前動画で1回ちょっとちらっと言ったんだけど、本当に業界がさ 15% とか 20% が当たり前で、マジで本当に YouTube のうちのチャンネルに一般の人からマッチングされてると本当ハマった、なんで社長どう思いますか、メリカの社長どう思いますかっていう質問が来るぐらいだな。である程度のことだったら答えてあるけど、もうそれ以上ってもう金取るぞってレベルだな。俺もそれ1時間も2時間もさ、だって俺の時給って1時間いくらっていう世界じゃん、うん、で俺は時給いくら稼いでると思ってるのって、その人のために時間使ってる感じじゃん。だからネタだったらいいなと思うんだけど、でも本当にそういう悪しき業界なんだよね今が。大規模そのマッチングってそういうマッチング会社がやってるから、塗装のこと知らないやつがやってるんだよな、うん、だけどそれを今 3% から 5% ぐらいにしたいなと思って今作ったんで、ぜひあのお前いいところに行くよ。いいよ。前もなんかこんなあったよ。いや違う。お前なんか前もこんなあったよ。なんか小話しかない。いや本当にでも業界変わると思います。本当にまあ、うん、だってもう多分どんどん料金を上げていくと思う。それだけ取っても 3%5%全体のね、売り上げの 3%5% を目標にしたいなと思ってるんで、まあ、ぜひ登録して、まあ、初期に登録していただいた人には必ずあのメリットを作るつもりでいますので、登録の方よろしくお願いします。あの今全国いいからね、まあ、一応最初5県、ね、東京となんか神奈川なんちゃらだと大阪、名古屋ぐらいしか募集、愛知しか募集してなかったんですけど、今全国いいからサイトぜひ登録してください。よろしくお願いします。はい、じゃあどうですか皆さん。じゃあ感想、リーちゃん完食した2人だけ感想聞こうか。辛かったけど美味しかったですね。でも結構あのあれですね、あの体調には気をつけてくださいね。いや色食ってめっちゃ通るね。いやもう辛さなくなりました。もう口のもう消えました。気づいた。体調は別かな。なあ体調ですか。もう楽勝っすね。おお、でもやっぱこっち YouTube だな。前もなんかやつも結構いい賞だったよね。全部食べましたよね、あのめっちゃでかいやつとか。頑張りやなお前な。 YouTuber なんで。は YouTuber なんで。いっとるいっとる、攻めてくね、攻めてくね。お願いします。ああいいね、いいね。今の主役全部俺だから。はい、今の主役全部俺だから。おい、やってるやってる、やってる。そんなことないぞ。今のあるの俺だから。いやいや、数字取ったのこいつだよ。いや、いったらいったらランキングで数字持っとくの誰ですか。上から言ってくださいよ。確かに。どっちどっち、数字持っとくのどっち。数字持ってるのはカンタ君ですね。出てるのは有吉君ですけど。あ、出てない。出てるのは有吉君ですけど。出てる本数。はい。なのにこちらが選んだ。そうだよ。お前それは乗り換えモードだよ。俺アシュさんだって俺だよ。え、だからリーダーとまた違うんだな。やっぱ人気者とリーダーって違うから。でもお前そこで武器になってるのマジダサい。武器やってるよ、ダサい。ちょっと武器やってたよね。答えよりしょ、答えよりしょ。面白いわ、これ足場。もっと空気入れたい。この二人結構一定さ、すごいファンついてるじゃん。はい。そこ落としたいもんね、俺。俺が上がるんじゃない、こいつら落としたい。まあでも本当はまあ楽しんでやってましたし。あれ、じゃあ最後、リュウジさんの一言コメントお願いします。ちょっとあの、乗り換え道場のチャンネルと、みんなもっとチャンネル登録してください。乗り換え道場、足場の、はい、あの、二階道場、足場、はい、足場班チャンネル、うん、のチャンネル登録をしてください。してください。チャンネル解除、お願いします。じゃあ、いかが、乗り換え道場のチャンネル解除したいと思います。みんな、乗り換え道場から
からその足場入って来てくれたのがすごい嬉しいんですけどね。ああそういうことね、こっちを解除して。なんでこっち解除するんですか。お前一回ちょっと話そうか。カメラ止まってる話して。カメラとりあえず僕の後ですね。あ、そうだよ。カメラ止まったな。あ、俺も話しある。俺も話しある。あっちの話があったの。いや、僕同社長で怒られて。あー、そういうことね。そういうことね。そういうことね。始まらない。こいつ結構攻撃的だね、今日も。今日ちょっと辛口で頭飛んどるぞ、お前。お前の後でお前カメラ止まって。いいっすよ、さっきすいません。カメラの前、なんかちょっと調子乗っちゃったとか言うやつだろ、お前。いや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 。お前、そんなこと言っとるけど、俺そんなこと言ってたら、伊藤とお前、はめる罰ゲームみたいな考えるじゃない。いや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 、いいですよ。食べてないのに。食べてないのに、なんかこの罰ゲームだよな。伊藤と二人で言ってたら、どっちが熱い、どっちが熱い、一回見てみろ、はい、どっちか熱いですか。ジュージ君ですね。いやそんなに俺と伊藤が仲がいいってことだな。プラスでしょ。超プラスでしょ。めっちゃ数字作ったやつが強いね。あ、そうですね、数字聞いてる。まあ、なんで、少々皆さん、ぜひ今回もいいねつけてコメント入れてください。どっち好きだよとかさ、まあ本当にコメント入れる側ってさ、俺あんまり入れたことないんで、ちょっと申し訳ないんで分かんないんだけど、入れても見てないでしょとか。うん、いや、自分がいるのが絶対見るから、絶対見る、ぶっちゃけ見ちゃいますね、気になるし、本当にで、正直嬉しくない、めっちゃ嬉しいし、俺超嬉しいよね、社長かっこいいとか。どこが。だから嬉しくない、お前自分の動画コメント見る。あ、コメント見ますね。見るよな、見ます、自分のやつは自信になるよね。うん、で俺もそう、なんか YouTube もっとこういう面白い企画、もっときつい企画やろうって思えたので、やっぱコメントの力って大きいわ。そうです、大きいですね、うん、はい、じゃあ皆さん、チャンネル登録といいね、お願いします、お願いします、お願いします、またね、チャンネル登録だけしてってよ。